お前この頃どうした？会長を時々抜け出してるだろ。ちょっとな。病院でも行ってんのか。会社で噂になってるぞ。顔色が悪くなったって。え？女房が若くて眠らせてくれないか。いや図星か。いや、あんな若い女房もらえばそうなるよな。いやでも羨ましいよ。うちなんか年一だぞ。それも正月だけだ。いやまあそういうことじゃないんだけどな。じゃあなんだよ。え、まあ、何度も言ってるでしょ、私はこのままで満足なの。でももう1年もやってないんだぞ。大丈夫なわけないだろ。もうこの話はやめて。私はあなたといるだけで満足なの。